血圧の話もだいぶ深くなってまいりました。今日からちょっと模様が変わってですね、血圧と食塩という問題を取り扱います。日本人の多くはですね、食塩を取ると血圧が上がるとこう思っておりますけれども、実はそれほどはっきりしたものではないということを、ここではっきりさせてですね、これは何の意味があるかと言いますと、私の読者でお父さんがもう本当に味が濃いものが好きで、しかしその子供って言いますか、娘さんですね、娘さんって言ってももうお子さんが2人いる50も過ぎの人なんですが、長くお父さんを説得して薄味を食べさせてきた。だけどもこの前お父さんが高血圧で倒れた。よくよく調べてみると、どうもお父さんは血圧と食塩が関係なかったらしいということで、大変に嘆いたメールが来ました。どんなことでも事実をよく知っているということが大切ですので、そういう点で血圧と食塩ということを十分に考えてみたいと思います。食塩というのは昔はですね、お塩こそ人間に大切なものだと言われてですね、塩を争った戦争まで起こったという話を、僕なんかは子供の頃よく聞きましたが、最近ではむしろ食塩はもう食べなくていいと、取らなくていいというような説までですね、あるぐらいになりました。まず最近のですね、大手の病院、これ名前出した方がいいんですけども、僕名前出すのはあまり好きじゃないんで、大手の病院ですね、本当に信頼性がある大きな病院の説明をホームページから取ってみました。1970年代当時の疫学調査によって、食塩の摂取量が1日5グラム未満の集団では高血圧の頻度が少なく、25グラムを超えると頻度が高くなるという結果が出ました。これによって今日まで厚生労働省から1日塩分摂取量は10グラム未満にという減塩指導が出されるようになりました。これはですね、さすが大手病院だけあってですね、今分かっていることをきちっと説明しています。つまりですね、現在の血圧の基準は1970年代の研究によってなされているってことですね。まず70年というと、もう今からほぼ50年前になりますか、そういうデータであるということですね。それから食塩の摂取量で分かっているのは1日5グラム未満と25グラム以上が分かっているということですね。これも ある人がじゃなくて、例えば地域ですね、食塩の摂取量が非常に少ない地域では高血圧が少なく、これも頻度が少ないと言ってますから、高血圧の人がいないわけじゃないんですけども、高血圧が出現する頻度が少なく、25グラムを超えると高血圧の人の頻度が高くなるという結果が出ましたと。分かっているのはこれだけですね。現在でもこれだけです。これによって、ここが次が問題ですね。このデータによって厚生労働省は1日塩分摂取量が10グラム未満にという指導をしています。これは事実を書いているわけで、これも間違っていませんが、ここで論理としては非常に飛躍しているということが分かりますね。だって5グラム以下では高血圧の頻度が少なくて、25グラム以上だと高血圧の頻度が高くなるという結果は出ているわけです。だけども 10g っていうのはどこにあるんですかね。普通 10g と決めるんだったら、10g 未満は高血圧の頻度が少なく、 10g 以上は高血圧の頻度が高いと。だから 10g 未満にするってならまだ 10g の根拠がありますが、 5g と 25g しか分かんないから、やっと 10g 決めましたっていうんではちょっと困っちゃうわけですね。現在日本人の平均 の塩分摂取量っていうのは、食塩摂取量だいたい1日13から14グラムぐらいなんですよ。もっと低い人もいますが、の人はそのくらいなんですね。ですから1日5グラム未満では OK で、25グラム以上でダメなら、現在の13から14グラムは OK の範囲に入るわけですよね。価格的には少なくともそうなります。だからこの10グラム未満という指定がですね、正しいのかどうかということは相当考えなければいけないと思うわけですね。これが第一であります。第二の問題は、これはよくよくこの文章を見ると分かるんですけれども、1日5グラム未満の集団では高血圧にならないということではなくて、集団の中では高血圧になる人が少ないっていうだけなんですね。例えばこれ1000人のうち、1日5グラムの集団では1000人のうち30人が高血圧になっただけだったと。ところが25グラムを超えると1000人のうち60人が高血圧だったと。
こうしますね。そうすると1日5グラムの集団に対して失礼しました、1日25グラムを超えると高血圧を押すのが倍になるんですけれども、倍にはなりますが、1000人中30人が1000人中60人になるだけですから、残りの970人から940人は1日5グラムでも25グラムでも高血圧の頻度は変わらないということを言ってるわけですね。ですから、まあ、この大病院はやっぱりまあ一般的な人に説明するので一応これでいいんですけれども、まあ科学的な説明としては非常に不満足ですね。つまりこれで本当に食塩摂取量を 10g 未満にする必要があるのか、それから血圧を下げれば本当にいいのかと、食塩というのは血圧だけのために人間は必要としているのか、それとも食塩はですね、もう少し複雑な作用を体でしてますから、血圧だけのことを考えて食塩の量を調整するっていうのは変なんですよね。つまり本当言えばここでこういう説明が必要なんですね。食塩の摂取量が1日 5g 未満の集団では1000人中高血圧の頻度が30人だった。 25g を超えると高血圧の頻度が60人に増える。高血圧になる頻度は2倍になるけれども、 5g でも 25g でも変わらない人が940人以上はいますと、まあ、こういうふうにまず言わなきゃいけない。もう一つは、食塩は体に対して血圧だけをコントロールするんじゃなくて、例えば、腎臓の代謝がどうだとか、それから、末端における、末梢神経の、まあ、なんか流動とかそういうのはどうするんだと。食塩というものは血圧だけという効果ではありません。例えば舌の感じ方も変わるでしょうし、電解質ですから脳の働きも変わるかもしれません。全体の食塩の働きから言って、人間には食塩がほとんど必要ないんですと、もともと。無意味なのに食塩を食べてるんですということになるとですね、これは今度は、なんで人間は味覚で食塩がお醤油なんかかけたら美味しいのかという、そういう説明をせざるを得なくなりますし、またこの前ちょっと質問を受けたんですけど、たちの悪い人がいてですね、世界には食塩をほとんど取らなくても生きている民族がいる。だからいらないんじゃないかっていう、それはちょっと飛躍なんですって言ったんですよね。そういう民族もいる。例えば人間には白、肌が白い人と黒い人もいる。だから熱帯にいても肌が白くても大丈夫だって言うと、がんが30倍皮膚が増えますからね。だからその地域その地域で何か別のものをやってるかもしれないわけですね。いずれにしてもこの文章だけでは本当は食塩がを1日に 10g 未満にした方がいいとは分かりません。それから 10g 未満というのはゼロまで含むんですけど、食塩 0g だったらおそらく死んでしまいます。死なない民族もいるかもしれないけど、非常に体に不調が起こるでしょうね。ということは 10g 未満にという指導自身がおかしいわけですね。1日の塩分摂取量が 10g 未満ということは、塩分がゼロの時でもいいということを言ってますから、だからそれはダメなんですよね。だからこの文章は、まあ、誠実ではあるけれども、まずい。これに対して、ちゃんとしたお医者さんも言ってますね。集団、これは集団のことを言ってるのであって、個人が食塩と血圧にどういう関係があるかというのは別である。これは、ちゃんと別の、ちゃんとした先生が言っておりますし、それ細かく何グラムと分かってるわけではないということと、その食塩は少なければ少ないほどいい。つまり食塩は体に何にも有益な効果をもたらしてないということになりますとね。多くの医学書で説明している、まあ、細胞の膜の前後の圧力の調整だとか、まあ、いろんな腎臓の働きだとかいうようなところに必ず食塩 NaCl の効果が入ってくるわけですが、そういうものとどういう関係にあるか。そうするともしも食塩を全く取らなければそういう反応ができなくなるわけですね、体の中で。それでいいのかどうかということを説明を加えて、やっと食塩と血圧という問題を話せるというわけですね。私がよく言っている縦割り医療、つまり血圧のことだけを考えて食塩の必要性を言ったらですね、それはやっぱり間違うだろうと思いますね。これはこの今日から開始する食塩と血圧の問題の勉強のまず最初の一つです。次はですね、東京大学医学部の詳細な血液と
血圧と食塩の関係をご紹介しようと思っています。